だから、林真須美さんは、保険金殺人は多分したんですよ。でも、無意味にカレーに毒薬を入れて人を殺すということはしないタイプなんじゃないかなという主張と、あとだからね、ヤフー知恵袋かなんかにあったんだけどね、ヒ素の成分にすげえ詳しい人が書いてて、林真須美さんが持ってたヒ素と、カレーに入ってたヒ素の成分が違うんだよね。うん、ソーサーヤフー知恵袋、ほんとすいません。すげえ頭悪そうだよね。ヤフー知恵袋をソースにしてるっていう。で、要は、成分によって工場がわかるんだよね。で、工場が違うから、林真須美さんっていうのはありえないっていうのと、あと、その当時に、林真須美さんの事件の前にヒ素中毒があったんだよね、その地域で。で、その時の犯人がなんか近所の小学生かなんかだったんだよね。で、その時のヒ素と同一なんじゃないかって言われてんだよね。なので、僕は真実を知ってるわけじゃないけど、僕が見た限りの話を総合していくと、たまたまヒ素を手に入れて、そういういたずらをする小学生がいて、で、まあ一回やって事件になりました。で、でもその子っていうのは、まあ無罪放免になって、で、カレーの時にもう一回同じことをしました。で、たまたま林真須美が近所にいました。っていう話が真実なんじゃないかなと思っています。でも僕は別に捜査員でも何でもないし、僕だけが知ってる情報があるわけでもないので、想像で喋っています。はい。でもその子は分かってると思うよ。現地の警察は。捜査ヤフーチューブクロって すごいな。本当頭悪そうだよね。捜査ヤスズチューブクロ。あ、林さんもだから本当のこと知らないと思うんだよね。林さんが自分で殺してれば本当のこと知ってると思うけど、林真須美さんも巻き込まれただけだから、実際にヒ素を入れた当時のその小学生的な子供が出てこないと分かんないんじゃない？だから何年か経って、今ではできない調べ方で、新しく犯人が見つけられる可能性はあると思うのね。だから、重大犯罪において、時効の延期をするということ自体は僕は賛成です。あと僕、死刑も反対です。ごくたまに、意義のない死刑はあるんですよ。まあ、こいつは死刑で仕方ないなっていうのと、生きていてもしょうがないなっていう死刑。ただ、冤罪の可能性があるものと、あと、この人は生かしておくことで社会に対して何らかの学術的な意味があるんじゃないかなっていうパターンの人っていうのもいるんですよ。まあ、林真須美さんもそうだね。